はいどうも、エクスタシーです。現在ですね、今のスマブラのオンラインの実力を世界戦闘力別に調査するっていう企画をやっているんですけれども、前回まで300万台やってきて、今回400万台ということでね、まあ、逆ビップ抜けたところの層になってくるんで、まあ、逆ビップとのね差なんかを見ていけたらいいななんて思います。それでは早速やっていきましょう。さあ1戦目ナッツさん対戦お願いします。ネスということでね、どうなんでしょうか。あーやばい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 、ズバスマスさ 69%、ここはやっぱね、ネスは PK ファイヤー食らうと一気に火力取られちゃうから、絶対にね PK ファイヤーは当たってはいけない。特に重量級はずらすのがちょっと普通のキャラより大変なんでね。てかもう 103% 食らってんだけど、やっぱ火力の取り方上手くなってるのか。やばい。さあ 120% 対 19%。 まあ俺超自慢スマブラだから、こっからねまだまだバース足りないんで、じわじわと追いついていきたいと思います。さあ 131% 対 39。 何これ死ぬ。いや飛びすぎだろマジ。ネスの後ろ投げ、キンクルで 131% だったとしてもあの位置から飛ばせる。これはちょっと即場していかないと。マジでもう逆ビップの時から結構観察しようと思って調査するために様子見て戦ってると普通に負けることあるから、あんま油断できない。下スマが当たっていく。まあ、やっぱね攻撃上がりしちゃうとね、俺基本的に崖はもう下スマ構えてるから、まあでも下スマ崖で構えておくのなんだかんだいいからね。ヒビップのみんなでキンクル使ってる人はね、もう崖はぜひ下スマ。おお、なんだなんだ、野球をするか。野球しようぜ。いいね。ちょ WBC 開幕しよう。俺たちのちょうど WBC 終わってね、日本優勝しておめでとうということなので、その日本優勝記念で俺がスマブラの大谷翔平になってやるよ。さあピッチャー、あちょちょちょ、一回バッターボックスに立てお前。あここは見送る。さあワンストライク、あここも見送る。さあツーストライク追い込まれたぞ。わあこれはでかい、いったホームラン、イッツゴン。ハッナンさん対戦お願いしますなんか噛んだけど。さあ開幕ちょっとつ申しやっぱ決まんない。やヒビップちょっとつ申し、あちょ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 、ヒビップやっぱちょっとつ申し全然決まんねえわ。開幕みんな飛んでくるんだよな。ビップの方が余裕で決まる気がする。ちょ上手くない、下強とかちゃんと使ってきてる。うわガーキャン空母どうなんだろう。400万台、まあ、今までの戦闘力調査のコメント欄とか見返してても、まあ、200万台300万今の逆ビップってめちゃくちゃ強いから、正直600万台まであんまり戦闘実力変わんないみたいなねコメントもあったんだけど、まあ、どうなんでしょうかね。まあ、今のところでもそこまで大きな差はないかなと思いますね。300万と300万っていうのも300万で一気にレベル上がったから、まあ、ここら辺どうなんだろう、そんなに差はないっていうコメント通りなのか。でもなんかガードはやっぱ硬くなってきてる気がする、徐々に戦闘力上がりにつれて。逆ビップの200万台の時と か, なんかほとんどガードを張ってるやついなかったからな。あやばいやばい、最悪や今の。何それ、それ煽りかな。ねえ君、それは煽りと捉えていいんでしょうか。ねえ、まあちょっと今の怪しいラインではあったけど、爆弾復帰してきた、できるんだ。 俺も爆弾復帰できないけどね、俺でも。てかやっぱでもヒビップ煽り多いよな。こいつは微妙だけど今のところ200万で300万で全部煽られてんだけど、おいお前は煽ったのかなあ。俺は煽り成敗団団長なんだよ。第13代煽り成敗団、煽り成敗団団長。今はビップからヒビップに壁外調査に来ている。お前に煽り成敗団団長の成敗を見せてやる、特別に。残り5秒ジャスト、5 4 3 2 1 0。はい完璧。三島和也さん対戦お願いします。そのままやな名前。てかヒビップの和也初めてなんだけど、どんなんなんだろう。まあ、即死コンボさすがに400万台から完成してこないだろう。あこれどうする。あやっぱね、まあ、そうだよね。もう普通に400万台から即死で殺されたら俺発狂するけどね、マジで。ビップのゴキブリとか終始最初から最後まで即死しか狙ってこない、即死バカしかいないんだけど、まあ、やっぱここら辺はね即死はまあできないよね。ああよかったよかった、もう安心しましたわそれは。でも俺の和也よりお前の和也の方が絶対強いってだけ言っておくわ、うん、あうまっ何今の。財布一切使わないけど普通に植木雄からバーツされたんですけど、さあここはすぐさま追いついていく。いやでもやっぱ即死のない和也って全く恐怖ないわ。あこれはああまあまあわかるわかる、やりたいことはわかる、やろうとしてることはわかる、うん、お前もあれだろ絶対トレモとか潜んないタイプだろ。
財布とかな、練習するのバカらしいもんな。そんな財布とかトレモでカチカチ練習してる時間だったらもっと充実したことに使った方がいいよな。お前陽キャだわ絶対。 俺もお前タイプだから分かるぞ。うわあ、でもなんか軽くコンボは、コンボってかコマンドは知ってんねや。これ受け身は、あ、取ってくる、素晴らしい。やっぱ最近ね、逆ビップからでも普通にあのガキ受け身危ないとか、やばいこれ0で殺される、もう殺そう、ダメだ、生かしておけない、危なすぎる。いやでもこの戦闘力帯の数ではさすがに即死やってこなくて安心したわ。さあガノン来た。さあ開幕、ここは衝突猛進はやっぱり決まらない。今日一回も決まってねえな。まあそれでも俺やり続けるけどね。まあ、900万台くらいになったらさすがに決まり出すようになってくるでしょ。ちょっと待って、これアイテム戦、あじゃあやばいの持ってる、お前、いやホームラン狙ってる、 WBC 開幕第2回戦ホームラン打った、ホームラン、お前それ取った瞬間終わるよこれがスマブラの大谷翔平、もう一本、なんか仲間消え去った、ハリネズミ消え、危ないって、お前それやめろ、お前ホームラン打つなって、カウンターされてんだろさっき、お前それで死んだだろ、さすがに学習、うわ痛い、いやしかもまだホームランバットあるし、やめとけってお前、もうそれ捨てろマジ。さあやれボム兵、爆発だ、完璧なピタゴラ、あとは俺がサヨナラホームランで、ちょー最後打ちたかった。ロンギヌスさん対戦をお願いします。はい、ガノン来た、さっきのガノンアイテム戦だったんだけどね、今回はアイテム戦、アイテムなしなんで、まあ、普通にこの戦闘力帯のガノンの動き見ていけるんじゃないでしょうかね。はい、よいしょ、うわ、いやでもなんか空上使ってくんのか、なんか今まで200万台300万台のガノン空上使ってこなかったけど、ここに来て空上使い出すものが出てきたか。やっぱね、ガノン見んのが一番その戦闘力帯のね、あの実力わかるんですよ。絶対いるから、どの戦闘力帯にも。これ毎回言ってんなってか、ちょやばい、そろそろバーストしていきたいな。うわやばいか俺、あーなんか甘えた復帰が通じなくなってくる。ちゃんと刈り取られるようになってきたな。てかあと動きが洗練されてきた、ガノンの。危なそれ、あれ当たったら死んでるぞ。ちょ怖えな、甘えた行動できない。ちょっとでも甘えると足元救われる一瞬で。いやでもやっぱ400万台になってガノン見てたら分かるけど、まあ、確実に300万台200万台レベル上がってるよね。やっぱガノンが一番分かりやすいわ。この技振ってくる技、敵対敵所にねちゃんとした正解の技をね振ってくるようになってる。さっきの空上とか、うわいや火力高えな、やっぱさすがガノン。ちょ なんか判定してたんだけど、さあ 92% 対 49%、 ちょガノンだから怖いんだよなこれ。まあ、こういうシンプルな復帰ミスもまだあると。ゆゆゆさん対戦の人、なんかゆゆゆって名前の人めっちゃいない？なんか元ネタとかあんの？ゆゆゆって名前よく見るんだけどあーとかじゃダメなの？いいでもカカカとかじゃそういうのあかんのか。はい、これ前投げ DA 33% 対 33%、 うわやべえやらかした、今のは完全に俺は、あー完璧やっちゃったねお前、ほら、あーもうこれイザナミ発動、やつはもうこのループから逃れることはできない。どうしたお前ブザマだな、あれ。はい、ということでね、500万台到達しました。まあ、400万台やっぱレベル上がりましたね。逆ビップ抜けたっていうだけあると思いました。はい、まあ、こっから500万台以降どうなってくるのか、まあ、コメントだとねやっぱり、まあ、600万台まではそんな変わんないって言ってる人もいたんだけど、まあ、実際でも300万と400万台結構差があるかなとは思ったんですけど、まあ、よかったら皆さんのご意見コメントで教えてください。はい、ということでまだねチャンネル登録と高評価してないよって方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとねコメントと概要欄からツイッターのフォローも行きますんで、そちらもぜひお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。うん、うん、ええー、難しい。